小林智晴アワー、あっぱれ、やってます。どうも皆さん、お気をつけください。肛門がなんかかゆいなっていう人が今日東京都で60人超えたらしいケンド小林です。トレーニングでチューブ買おうか迷ってます、アンガールズ山根です。栃木市ジャングルの王者ターちゃん、肛門にシャーアズナブルと名前を付けたら切れ字になりましたアンガールズ田中です。栃木市ジャングルの王者ターちゃんさん、私の肛門とサッシーの肛門、みーちゃんの肛門3つ集めてネオスキャンダル3と名付けました柏木由紀です早く海外行きたいのにまた中国で新しいの見つかって焦ってます、小倉優香です。よろしくお願いします。お願いします。これやってます。毎週月曜日から木曜日までさまざまなジャンルのメンバーが90分にあたるアッパレの内容をお届けします、うん、行きたいね海外。もうそろそろかなと思ったら、ね、行きたい海外、今行けるところってあるんですかね。一応 EU 諸国は、うん、開放したのよ、来てくださいみたいな。まあでもまたちょっとダメなのかもね。そうですね、だからチューブ買っといた方がいいよ。そうですね、また家トレがやっぱ大事になってきますからね、チューブなんて今まで何にも考えてなかったけど、やっぱなんだろう、こう負荷がずっとかかり続けるっていうのがちょっといつもやってるのとはまたちょっと違っていいなっていう。田中の冷めた目見ろよ。どうなってんの？アニメの目みたいな。すごい。あのザコシさんがつけるあのザコシ師匠の眠たくなる目みたいな。ちょうどメガネに反射してる。モニターが反射して。あの冷めた目見ろ。俺が筋トレ話するから。ごめんごめん。いい加減にしてくれよ。すごい目だね。さあそんな田中さん、はい、先週ちょっと時間が足りなくなってですね、あ、大倉さんの罰ゲームが決まってないんです。そうだ、いや俺もちょっといろいろ考えたんですけど、やっぱこの時期にちょうどなんかそういう話題になったから、これいけないっていうのが一つ思いついて、やっぱ歯医者の小倉さんには、フーミンのネタを完コピしてもらう。ああいいね。これは罰ゲームやね。確かに。そうなんですよ。で覚えなんかどっかから映像、まあフーミン本人からでもいいんで、映像とあの肛門と歯がくっついた小道具取り寄せて。あれ作んの？いや作るのは大変かもしれないから。なんか簡易的なやつを、あの、フーミンに送ってほしいんだよね、小倉さんがやる。これ、フーミン聞いてるかな？聞いてんじゃないのかな、毎週。え、それをフーミンさんに送るんですか？いや、違う、それを、この、この場所で披露する。絶対嫌だ。サングラスかけてね。いや、嫌だって言うけど、罰ゲームってそういうもんだから。確かに、皆さん罰ゲームいいよっていうものは、ないのよ、罰ゲーム。やだ。やだじゃないのよ。それはやってもらわないと。難しいことじゃないから。難しい。難しくないよ。一ネタでいいんだから。こういうことで舐められてるっていうことを、言って、その後舐め通るやつに、いつの穴から指突っ込んで奥歯をガタガタ言わせぶしまで、ケツあのケツのとこはちょっと 2,3 回貯めてほしいの。ケツのケツのっていうそこ、ね、そこだけ貯めで1回でいいから1回、それをやってほしいんだけど、舐められエピソード、ね、まず風味が効いてるかやなこれ。フーミンにはだから簡易的な小倉さん用の肛門と歯がくっついたやつを、いらないです、送り返すからね。簡易的っていうかあのフーミンが使ってるやつが簡易的だからねいやでももっと簡易的でいいからしょうがないよね、だって小倉さんがやらなきゃいけないから。じゃあそれが送られてきてからの罰ゲーム。そうね、うん、だから、ね、フーミンに誰か聞いてなかったらフーミンの方に誰か連絡してあげてあの言ったらダメ、ツイッターかなんかで、ツイッターでね、やるすいで、でいいですね小倉さん。やだ
やだ。やだっていうことないから罰ゲームで。いるよ、そんな人聞いたことあるテレビ番組で。やだって、あ、じゃあなしにしようか。ないでしょ。考えるぞ。そう、もう、ちゃんとやればすぐ終わることだから。1分の話だから。いけるでしょ。やだ。やだじゃないのよ。谷本さんに一回見てもらって、完成度、もうちょっとキレを出した方がいいって言われるよ、そしたら。谷本さん知らないよ、あれ。いや、谷本さんが笑えば、いいでしょ、自信がつくでしょ、だって。いや、ちゃんとやらないとまたこの目やるよ、この目。眠たい目。モニター越しの田中の目が光ってるんですよ。すごい。この目見て嫌だって言えるか。いいね。まあ届いたら。届いたらね。届いたら一回考えよう。はい。嫌だ。全く新しいね、こう罰ゲーム言われて嫌だ。新鮮だよ、ね、新鮮。そんなのやっぱ芸人の周りにおらんもんな。罰ゲーム、いや、やだやだ。そんなやつ今までこう若手の時から出会ったことなかった。で、まずはフーミンにこのメッセージが届かぬな。うん、そうですね。いや、フーミンには。フーミンはまあ俺らに多大な迷惑かけてるから。それぐらいはやってくれよ。確かに。だからね。フーミン自体にも俺は、どっか売れてほしいっていう気持ちがあるからよ。まあね。で、大倉さんっていう人がこうやってくれれば、広がるもんもあるし、それ、できれば、動画撮ってインスタに上げてほしいのよ。確かに、ね。大倉さんの。他の人がやって跳ねるみたいなあるじゃん、香水だったっけ、はいはいはい、いろんな人が歌ってすごいヒットしてるもんね、チョコプラさんとかめっちゃ、ね、そうだよね、うん、そのパターン、そのパターン絶対流行らないよ。じゃあ撮って俺が撮って俺のインスタにアップするにはいいでしょ。自分のインスタにが汚れるのは嫌でしょ。お前何ちょっと増やそうとしてんねん、カズ。俺だって早く12万行きたいから。これはいいコンテンツだなと思って。お前何言うもんやろ。大浦優香を使って自分の数伸ばそうとしてんねん。一気に12万に行きたいから。やり方が。でもまあ、そういうことだから。そうね。大浦さん一回嫌だって言って。嫌だ。いや、嫌だじゃない。ないから、そんなの。なんだこれ、あ、じゃあ変えるじゃないよ、そんなの。じゃあちょっと苦いジュース飲むとかで、そんなん嫌じゃん、もうね。だから風味やってくれるね。嫌ですよ。だからこの目を見ろ、この目、ね、この目見て言えるのか、この目お前。変えるって怖いだろ、この目で。ラジオで全く伝わらない。リモートのこのモニター越しのメガネのところがちょうど光ってんだ、メガネが。すごいね。綺麗なの。これ本人も気に入ってずっとここで角度動かない。口のよ。いい？そういうことだから。じゃあまず送ってきてもらってからね。届いたらね。お願いします。じゃあ宛先の方お願いします。はい、アップルやってます。水曜日では私たち出演者へのメッセージや各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオアップルやってます水曜日、メールはやるすいアットマーク MBS1179.com までお待ちしてます。はい、じゃあ AKB 大先生の曲に行きますか。はい、配信最新シングル、配信最新シングル、なんか変ですね、でも合ってますよね、合ってる、はい、配信最新シングル、をお届けします、はい、AKB48 で離れていても。ケンドーコバヤシが AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。この番組は遊び癒し宿泊の総合リゾート長島温泉長島リゾートの提供でお送りします。お便りやってます。
はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。小倉さんお願いします。はい、よ東京都ケイトさん、ヤルスイの皆さんこんばんは。こんばんは。近頃の芸能界では不倫などでニュースで晒し首にされて結婚している芸能人が苦しそうです。幸いなことに山根さん以外は結婚してないと聞いております。こんな時代でもヤルスイの皆さんは結婚することに前向きですか？日本の若者のためにもお聞かせください。 PS ケンコバさんは結婚しても風俗行くって本当ですか？結婚するって本当ですかみたいに言いやがって。結婚ね、結婚してるとね、うん、ね、大変なのかな、ね、願望みたいなのは皆さんあるんですか？いや、うん、僕はありますけど。無理や、無理や。無理やはおかしいでしょ。そんな無理じゃないでしょ。間髪入れずに。いけない。いやいや、するっていう希望を持つのはね、まずね、うん、いいことだと思うし、うん、ただ別に不倫も普通の不倫だったらなんか大体復帰してますよね、あの芸能界は。普通の不倫とおっしゃいますか？いや、普通の不倫っていうか、なんかいわゆるなんかキャラ的に問題ないみたいな、なんかわかんないけど、千鳥大悟さんとかはなんかスキャンダルあってもなんちゅうことはないみたいな。うん、危ないよ。危ない。普通じゃないのはちなみにどういう？やだよ。もうこの目するしかない。この目この目ラジオで伝わんないから。ラジオで伝わらないギャグをずっと引っ張るんじゃないよ。いやそんな普通とか普通じゃないのがなんとなくあるなっていう気はしてる。まあね、うん、田中はだからもし結婚して不倫したらヤバいやろ。キャラ的にはダメでしょうね。結構真面目な、うん、ね、とこもちゃんと見せてるやんか、うん、俺みたいなのは多分あのいや散々モテないっていう人間を拾ってくれた女の人を裏切るってどういうつもりみたいな。モテてないもうキャラやってんやろな、うん、みたいなってな。ああそういうことか。坂上さんにも縛り付けられてむちゃくそに言われるんじゃないですか。生放送で面と向かって言われるやつ初めて。お前な、田中は不倫できへんよな。確かにね、なかなかないでしょう、ね、許されるやつのが少ないんじゃない。まあ大悟か。そうですね。まあ俺も OK でしょう。うん、まあケンコバさんも多分大丈夫だと思う。多分大丈夫やろね。あと誰ですか。あと誰かいたっけ。許された許されたというか許されそうな人。許されそう。なかなかおらんね今確かに。ああそうか、そう言われてみればそうか。まあ、小梅さんとかも大丈夫そうだけどな。あ小梅大夫ね。なんかもうよくわかんないから。小梅大夫。小梅大夫は複雑すぎるな。はちゃめちゃすぎてなんかオッケーっぽいけどな。まあ取られた窒息症で済むしな。確かに。別にどうも思わないよね。まあ誰ナダルとかもオッケーなんじゃないの？あーしてないだろうけど。めちゃくちゃ言い訳がおもろそうやねん。めっちゃ言い訳しそうやから。嘘重ねながらね、絶対嘘やって言い訳しそうやから。それで笑っちゃいそうやもん。確かにそんなあるな。川崎さん、小倉さん、結婚願望はあるんですか？うん、ないですね。ない、若いからじゃないですか。そう。と心の声が、テンションおかしかった、間違えました。五十との作りがね。若いからじゃないですか。若いから。川崎さんちょっとあるんですか。私はありますよ。お嫁さんみたいな。将来の夢はなかった。最初はやっぱ20前半ぐらいでしたいってちっちゃい頃から思ってるのがあって、例えば AKB はでそのぐらいになると、あまだ無理だなってなって、いよいよ29になって、やっぱしたいなっていう。今したい。ああそうやね。29歳ぐらいですごく動き出すもんね。そうなんですよ。やっぱ同級生とか同級生は動くね。あとやっぱ
あ、卒業生もかなりやっぱ結婚してるので多分日本人の感覚ぐらいだけど、はい、29歳で結婚される方一番多いやろうからね。あ、女性なんか、あ、今30までにみたいなね、うん、絶対そうなんだ。人数多分数えてそこやろう。絶対そう。ただ30まで AKB いるっていうのはもう言っちゃってるんで、絶対に30以降になるとは思うんですけど、うん、したいですね。子供見てみたいなみたいな。でも29の焦りのまんま、はい、なんかむちゃくちゃな結婚するよりかはもう30超えてる方が、あ、まあちょっとこう、ま、俯瞰で見れるんじゃないの。あー、確かに。やっとスタートですからね、30になってやっとスタートだから、もう焦るっていうか、もう逆にやっとちゃんと見れるようになるから、ね、見るのはもうそろそろちょっとなんか、うん、人、うん、なんか人なんかもう人、なんかもう自分のためだけに頑張るのちょっともうしんどいな。なんか誰かのために、誰かのために頑張る人生もちょっと経験してみたいなっていう。素敵なこと言う ね、 ね、 すごいね、思っちゃった。こんなに AKB いるといいこと言うやんか。本当ですか、うん、っていうところで結婚したいなって最近思います。20、いくつでしたっけ今。1で、今年2です。いや、それはないですよ。ついこの間まで20歳の教えてやってた子よ。小倉優香の20歳の教えて、教えてって言って教えられたら何の興味も持たない。おすすめのパワースポットとか聞いてた。パワースポット行ってないでしょ。おすすめのパワースポット聞いて、行ってない。占いとかも聞いてましたよ。21歳で結婚とか、まあ普通は考えればね。ね、だから地方に住んでる人はね、それぐらいで結婚する人多いですよ。地元の人は結構赤ちゃんいたりしますね。うん、ね、そんなゆったりできないもんね、やっぱ東京みたいなところにおったら。そうですね。深くものを考える時間ってないからね。忙しいから。仕事バタバタしてると。嬉しい。まあ田中。まあでもまあ地獄契約半解除中なのにね。半解除中やのにその半解除の権利を全く生かさないからな。使わないね。半解除だからな、今のうちに彼女だけは作りたいんですけどね、まずはね。うん、したら話題でバイキングでまた半解除とはつって聞かれるから。いやーって榎並さんがね、榎並さんがこれどういうことですかって言って返答に困るやつ。半解除中にちょっと動きぐらい見せてくださいよ。うん、そうだね。いやー、だからリモート合コンとかにも、でもなんかいわゆるリモート婚活みたいなのもなんか、うん、するわけにもいかないじゃないですか、なんか。いや、でもみんなせいやとかしてるんじゃない、うん、それ。いや、なんかちょっと違いますよ。婚活じゃない。婚活じゃない。婚姻された方だっただけです、相手。そう。そう。あ、当てさせるよね、健康さん。お宅の事務所の人出しに、他事務所の人慌てさせる。ねえ、彼女なかなかできてないよな。どこのロケ先に行っても、そのロケ先とかの普通の人に田中さん彼女いないんですかって聞かれるんだけど、うん、まあいないと思いますねぐらいしか言わないんだけど、本当にできたら言ってね、彼女できたってすぐ、うん、なんか嘘ついてたみたいな感じになるから、うん、できてない、できてないし、だから言うって言ってんじゃん、俺ラジオで最初に。うん、まあ合コンもしづらいのか今。いや、うん、ちょっとこの3ヶ月まず、うん、そういうことをする機会もなかったでしょ、飲むっていうこと自体もまず。でもこの自粛中にさ、改めてこう連絡してきてくれた女の子とかさ、ないのよそれが、全くないの。こんなにみんな暇なのに、うん、暇だけど違う人とズームしてんだよね。ノーズームよ。ノーズーム。そうなんですか。そらあんな目になるわな。合わせた。この目しかないもう。今まで連絡先して交換した人たちにこの目を見せて。気に入ってるんじゃないよ。伝わんないんだよ。
これは絶対あげてよ、やるすいツイッターで。写真撮れてんのかな、これ。これが。ちょっと、写真タイム作るか。うまく撮れるまで、撮って、これ。ここまで近くまで来た方が多分。欲しい、この写真。確かに、この写真は出した方がいいよな、こんだけ話題になってる。これは見たい。伝わらない。奇跡的に、画面の感じがこうなってる、メガネに映って。これどうやねん、画面を撮るってうまく綺麗に撮られへんもんな。うん、難しい。チェック。あ、でもどうですか。ああ、なってる、なってる。ちょっとあの画質が荒い方が見えやすい。うんうんうん、なんか本当にアニメほんま山根に感謝しろよお前。え、なんでですか。山根が筋トレの話したところでそうなってんか。たまたまそういう角度に入ってた。それを俺が拾っただけで。そうですね、ありがとうな。山根筋トレしてくれてありがとうって言え。筋トレしてくれてありがとう。いいよいいよ、どんどんその目してよ。この目で言ってるからね。じゃあもう一ついきますか。いきますか。次は柏木さん引きますか。はい、どうも。お、ちょっと箱砕いたね。ちょっと壊しすぎて。ありました。ラジオネーム桃口山江さん、埼玉県の方からです。あっぱれ整備の皆さん、こんばんは。こんばんは。僕は2005年の M1 で優勝が決まった瞬間、特にでかい声を出すわけでもなく、ブラマヨの小杉さんがさっと吉田さんに握手を求めてぐっと握手をしたのがめちゃくちゃかっこよくて好きです。皆さんもお笑いに限らずドラマなどでもいいので、あの時のあの人はかっこよかったなと思ったシーンはありますか。それめっちゃあるやろ。映画だドラマだ入れたらパッと思い浮かぶかな。かっこよかった。うん、難しい。まあ今年は言っとくけど、あれよ、そのカープの話題禁止やから。まあちょっとカープなし、頭に浮かびましたけどね。カープの必要でしょ、なんか。え、カープのカミッテルが誕生した瞬間の鈴木誠也の。いやいや、あの今年ちょっとすいません。はい。プロ野球の話禁止なんで。禁止から禁止になりましたね。阪神勝ってるかもしれないじゃないですか。あれ、1週間経ってるわけですから。あれから1週間。うん。2勝のままやったらどうしようかな。震えますよね。震え、俺も今でももう、俺開幕3連戦で気を失いそうな点が。意外と開幕3連敗、巨人にしたことって、うん、何年もなかったんですね。そうやねんな。確かに。うん、いや、なんかあるでしょ、外国人。やっぱバックスクリーン3連発とか良かったんじゃないですか。いや、今年はちょっと阪神の話題はもうなしで。はい、ください。それ以外のかっこよかったシーン。田中なんか芸人好きやから、芸人のかっこいいシーン他も知ってるやろ。芸人のかっこいいシーンっすか。ああ、最近出たアンタッチャブル復活の時のね、柴田とか、上着パシーンって叩きつけたとこよかったやろ。ああ、そうですね。やってやるよ、って。そうそうそう。ここでみたいな。ここでやんのか、分かった。やってやるよ、って。そう、もうスイッチを入れる瞬間ね。うん。ああ、そうですね。で、ザキヤマさんがその後もう、なんか、楽しそうにボケていく、うん、あの流れね。で、うん、柴田さんに触れるんですよ、うん、突っ込まれた後、うん、逆にこう柴田さんを叩くっていうね、うん、この瞬間がいいのよ。やっぱ柴田さんの中のここの整理はついてるかもしれないけど、お前全然思いつかんかったくせに、お前崎山さんの心の整理がついてるのかな。全然思いつかんかったくせに俺に、うん、言われって言うたらめっちゃ語るやないか。言われたらこうすごいもう語らざるを語りたくて仕方ない。ザキヤマさんの心の中でね、うん、整理がついてるなって、こう柴田さんを逆にこう叩いた瞬間に、うん、あーっていいねーって、そっからネタ覚えてないもん。そっから先のネタ。あ、でも芸人のやつで言うと、なんか不祥事起きた時に、うん、相方がなんかそれ怒ったりとか、うん、最近まあ、多いんだけど、うん、なんか助けたいなみたいな感じが伝わってくると、うん、なんか感動するというか、うん、ああコンビなんだなっていうので、うん、ちょいちょいやっぱラジオとか聞いてても泣いちゃいますね俺。うん、
うーん、あーなんかこの間の小児とか、あ小島さんのもそうだったし、矢部さんもそうだったし、ね、なんかああいう時岡村さん騒動もあったな、お笑い会でそうですね、そうだ確かに、うん、どうなってんの大変なことになってますよ、あちこちで逆にね、俺はね、うん、実はあんまりね、うん、お笑い界の最近は流行りや、そういう語る番組とかも多いし、はい、田中もゴッドタンとかで語ってたもんな、あやってました、うん、俺はね、好きじゃないのよ、あだとなんかそういうタイプの人がいますよね、っそっちもわかりますね、うん、だからあのザコシショウにめっちゃキレてんねん俺今、おえなんで、あ R1 優勝以来、えザコシさんそんな、それ以降そんないいシーンありましたっけ、いやだから R1 優勝してバカクソ嬉しいですとか言うたやん、あアホかお前お前がやるべきことは、はあ、あの場で優勝はハリウッドザコシショウでーすって言うてる途中の蛍原さんにドロップキック入れることやお前のキャラでやるべきことは、あな、その後ほんで賞金のパネル持ってきたスポンサーのおじさんにラリアットやろいや、そうやったらもう伝説やったと俺は思う、あ何を他の芸人と一緒みたいに喜んでんだよいや、ックだなあそこまで人が出たんですよ、やっぱ。ザコシさん。そうよ。だから、人は、うん、俺なんかもう人も知ってるけど、やりきれと。マリットザコシショウ。はいはい。俺はそっち早いの。ああ。わかりますよ。そっちの方が、ね、何の違和感もなく、うん、あの、その瞬間を楽しめるっていう空気になります。そう。だから最近人気のあの、M1 への道とかも、あやめろと、俺は。確かに。3パーセンのおっちゃん出したりするのとか、嫁さん出したりとか、やめろと。もうそれやったらもうなんか、2メートルのロシア人、両親でついて連れてくるとか。いやいや、そんなのスタッフさんがね、やらせてくれないんですよ。うん、いやいや、そういうことじゃないんで、って。却下される。それでもやれと。あじゃあ、その、そっちの方の番組出なくていいですね。ああ。そうしてほしいの、俺は。俺はね。流れをね。まあ、それは、そういう時代がまた来るんじゃないですか。うん、今もう、そっち、人間をとにかく見せないと、テレビ見てくれないから、みんな。そうね。2メートルの人出して。やるべきじゃなかった。俺もファミリーヒストリーやるべきじゃなかった。人の良さに。さにあれがやっぱ良かったんですよ。人間が見れて、話題になったし、もう、ヘビー、ローテーションされてるから再放送も自粛期間中に自粛期間中に2回ぐらいやってますからどういうことやねん2回もやるってやっぱ人間は今見たいですよ、ね、人間やっぱふざけてる人ほどその人間が出る瞬間みたいな、ギャップがねまたね、そうそうそう、うんやっぱあと野人岡野があの瞬間ってもう野人岡野ね、あれはすごいでしょ、 あれはすごいね、あのスライディングのシュート、スライディングのシュート、うん、こぼれたところをスライディングシュートして、うん、その後こっち向かって走ってくるとこな、あ手広げて、それまで大チャンス何回も外してたけど、やっぱあの一発をきっちり流し込んだから、うん、あれはかっこいいよね、どう考えても、うん、ワールドカップ行き決めたシュートだもんね、あれって。そうやな。確かに。WBC の時のイチローもかっこよかったけどな。ああ。あの、吠えてるなんか悔しくて。ね、うん。ああいうところもかっこよかった。ああ、あと、ダルビ、この間イチロー。ちょっと待て待て待て。野球禁止や言ってるやん。何野球で続けようとしてんの？いや、野球って最終的にはメジャーで引退した人だったらいいでしょう。あかん。なんでですか。いや、この間、イチローのかっこいいエピソード、イチローが今、YouTube の上げてて、それの話があって、韓国戦かどっかで最後、タイムリーセンター前に抜けた瞬間あるじゃないですか。あれで、セカンドまで行って、で、その瞬間、イチロー選手って、一番こう、相手に、うん、悔しい思いをさせたいと、うん、でも喜びたかったんだけど、イチロー選手、相手が一番悔しいのはイチローがいつものことですよみたいな顔してセカンドベースにいたら方が相手が悔しい、もう当然のことですよみたいな、だから特に喜びもしないし、で
日本側のベンチを見たら、ベンチがこうやって、一路の方を見てこうやってるから、それに答えなきゃいけないから、うん、一塁ベンチも見ないようにして、うん、あの、答えなくていい状況に自分をして、普通にこうやって袖とか直してたって言ってたんです。うん、いい話だよね。これは、ちょっと、阪神の話。していいですか、もっとこの。この阪神の話なしや。なんでですか。こんなに野球ってかっこいいシーンが多いのに。あれ、俺はもう、スポーツで一番かっこよかったのは、辰吉さんが負けた時に、レフリーが抱きしめたのよ。たまたま負けようされたみたいになって。ありました。でも辰吉倒れないのよ。完全に KO パンチみたいなもらってんのに、意識もない状態で立ってたんを、レフリーがやっぱそっとこう抱きしめて試合終わらしてん。もう立ちながら失神してるみたいだけど、ダウンせえんから試合終わらせられへんのよ、レフリーが止める以外に。漫画みたいな、これ言うて。こんな漫画みたいなシーン現実であんのみたいな。いや、それだったら俺、この間、自粛期間中にあった、Q 様の再放送で、ロバートの山本くんが、アマチュアボクシング、プロボクサーに挑戦するっつって言っていう、回のプロデビュー戦。あ、プロデビュー戦ね。あれ、すごい熱かったっ。ヒロシすごいよ、ほんまに。相手を、やっぱ、KO するんだけど、うん、いや、この相手の人がもう、その後。そうよ、新人王とって。新人王、そう。山本くん。めっちゃ強い人だな。以降、ずーっと勝ってんの。うん、そんな人を山本くん倒してんのよ。だってもう34、5ぐらいの時の挑戦だから。プロギリギリの時やからね。ああ。すごい。いや、あれはもう俺ね、泣いちゃった。もう、テレビ見ながら。あの、まず一回、プロテストに落ちた時に。うん、いや、俺、ロバートの中でも、なんかちょっと、うまくこう、貢献できてなくて、こういう形でもいいから、こう、なんとか、貢献したいと思ったんだけど、あれ泣いたよね。あの瞬間、いやもう、俺は合格しててくれと思ったけど、いや最初に落ちるのよ。で、その後またテスト受けて受かるんだけど、その一回も落ちた時も、なんとも言えない気持ちになったね。同じマンションに住んでるし、山本くん。上の階にいるんだと思って、その子。こんなかっこいい男。そうそう。ボクサーってやっぱかっこいいもんね。いやー、すごい。確かに。あんな怖いことをやってるけど、やっぱ命かかってるから、すごいな。いやちょっと女性陣も聞いていい、かっこいいじゃん。スポーツの話すごいなと思って。私やっぱもう、それあんま映画とかドラマも見ないんで、うん、現実にやっぱ、現実、うん、やっぱその、総選挙。で、うん、やっぱ先輩が残した、やっぱ名言みたいなやつが、やっぱいつも。え、あっちゃんのやつ？それとも金太郎のやつ。金太郎のやつは誇張のモノマネじゃないですか。うんうん、前田さんのその AKB、うん、私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでください。うん、もう、うん、やっぱあの、今、ああいう風にモノマネみたいになってるけど、うん、あの場でやっぱ、1位取ってあれ言った前田さん、やっぱもうなんか会場、ズワーってなりましたね、やっぱ。とかなんかマリコ様の、その、うん、席を譲らないと上がってこれない後輩はまだまだだと思うみたいな、席を奪いに来いみたいな、私は待ってますみたいなのを言ったりとかって、プロレスラーみたいな、そうそうそうなんです。あれやっぱあの選挙の柏木さん残した名言ないの？私はこの総選挙には魔法があると思います。その魔法は人を強くしてくれる魔法です。甘っちょるよ、ね、確かにこれ名言、歴史に残ってないもんな。いやいやいや、名言モノマネしてないやん、それ誰も。みんなね、いやいや、ファンの中ではこれが一番、この 10回ぐらいの選挙の中の私の一番名言は、あれは努力は必ず報われる。あれも高見さん、あれ名言、あれ名言です。あれ名言か。いや、あれは高見にも言うたけど、正しい言葉があんねんな、あれに関しては。ああ、そうなんですか。初めの一歩であんのよ。俺はだからあのシーンが一番かっこいいかな。鴨川会長が一歩に言うねんけど、努力したものが全て報われるとは限らん。うん、ただし、
成功した者はすべからく努力しておるっていう。これが正しい言葉です。それが真高めの際も言いました言うた最後卒業一番最後の総選挙なんかそんなようなこと言ってましたよ。おそういえば努力は必ず報われると言ったけどみたいな、うん、ちょっと俺がいや初めの一歩か英語だったそうです手柄は初めの一歩やね、はい、なんかそんなようなこと言ってましたそういえばそれをめっちゃ感動しました。こっちの方が確かに芯食ってるやんなんか、うん、しかも中身さんにもそれすごい説得力があったので、うん、確かに絶対じゃないですもんね、うん、確かにそうだ、うん、言ってましたね。最高にかっこいいシーンで確かに漫画やったらそれ浮かぶな初めの一歩の、漫画はそうかな漫画も多いよかっこいいシーンは。あースラムダンクとかもいっぱいかっこよかったな。スラムダンクね、あ期待させるなとかね。そうですね、静かに仕上がれ、あ、うん、このネット揺らそうとか何度でも俺を蘇らせると、うん、全国制覇を信じた者だけが残ったなとか、あと男塾の油の中に、うんうん、油風呂入って、うん、出て、うん、いい湯だったぜの湯が油だったぜ富樫ね富樫の、うん、あガンガンに煮立った油の中であの辺の富樫いいのよ富樫正座して膝から膝が上がってんのよ一回、うん、そんな中から出てきていい油だったぜっていい湯だったぜって、うん、あれは見てほしいねあ富樫といえば、はい、俺漫画でもしかして一番笑ったのが男塾の、はい富樫が桃太郎のために切腹すんのよ。ほう。はい。で、その後、うん、俺たちは富樫を失ったりだ、富樫生きてて、うん、実はニワトリの血じゃーいって、さらしん中からニワトリ出す。あれ、漫画史上一番笑ったかもしれない。油風呂といえば最近ワンピースで、あったのよ、そのシーンが。俺ワンピース見れてないんですよね、うん、おでんっていうねすごい伝説の男おんねんけど、うん、そいつが同じように油風呂で処刑されんねんけど、うん、仲間のために一人だけ受けんの、それ20人ぐらいで受けなあかん罰やってんけど、うん、そこから俺が1時間耐えたら油の中で、うん、こいつら解放しろみたいな、で1時間耐えんのよ、ほなもう全部唐揚げになってんねん体言うたら、あ最後に、逃げてなんぼのおでんで候って言って死ぬの。めちゃくちゃかっこよかったよ、逃げてなんぼの。逃げてなんぼのって言ったら見てる人が全員で、おでんで候って言うの。俺が言うたらギャグみたいになるけど、そのシーン超かっこいい。知らない。名前がおでんっていう人やからね、なんちゅうても。すごいな、な野球の話なしでもこんだけ話できるやろいやまあ野球の話がやっぱ分かりやすいからみんなの、うん、うん、まあ何を言うても女性2人には響かないけど漫画だもんな難しいよね難しいね、はい、うん、はいということでこのコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています。宛先を小倉さんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールはやるすいアットマーク MBS1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上お便りやってますでした。アンガールズ田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さてメールの方をいただいております。はい、じゃあ最初田中かな。はい、うん、宮崎県のラッピーエスパー伊藤さんみたいになってたぞ今え、はい、はい、すいません返事がはい、ラピスラズリさんです。ケンコバさん、田中さん、山根さん、柏木さん、小倉さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しい楽しい番組を放送いただきありがとうございます。今日は柏木さんのことについてメールさせていただきました。なになに、顔色曇ったねでもなんか人は良さそう今のところ。全員の名前書いて、うん、丸いい感じ、はい、柏木さんが一人でやられている先日400回を突破した某ラジオ番組のヘビーリスナーなのですが、ほう、当局です。番組内で小倉優香さんから教わったのですが、ゆで卵を食べると胸が大きくなるらしいので毎日食べてますとおっしゃってました。その後実際に
胸が大きくなったのか気になって気になって夜も眠れません。柏木さん、その後の報告をお願いします。だそうです。なんでこっちに送ってきたの。そういう話題はこっちだっていうことだ。そうそう、却下されると思って。おう、ゆで卵作戦は、ゆで卵と、まあ、ゆでなくても卵を結構1日1個、うんうん、おう、マジでいい感じな気がするんですよ私。おお、卵でなのか。でもただ卵以外何も変えてないし、体重も別に増えたとかじゃなくて、栄養バランス完璧食材やからね卵って。卵、その以前が本当に卵をほぼ食べない生活だった。卵って食べれたりめっちゃ食うよ俺卵。いつ、朝ごはんもあんま食べないんで。ヘビぐらい食うで俺卵。あんたヘビか言われるぐらい。殻ごと丸ごと。うん、そう、でも買っとけばなんかにね使えるもん、ね。しかもなんか買ったらおのずと賞味期限に追いかけられるやん卵。そうそうそう。あ、そう、今わかります。うん、めちゃめちゃ。めっちゃ追いかけられるやん。めっちゃ追いかけられる。もう来るやん賞味期限。あと3つまでどうしよう。確かに。そうなって食べるようになって、うん、なんかいい感じな気はしてます。正解だったんだやっぱり。うん、でもバンドエイジさんとか結構胸板薄かったから男性だからまたちょっと違うのかな。おじいちゃん現役の時は分厚かったやろしね。そうそう、まあでも卵は体にめちゃくちゃいい。しかもなんか10年ぐらい前まで2個食べたらあかんとか言ってたけど、今結構8個ぐらい食べてもいいって言ってるもんね。いいんだ。別に何個食べても、そうそう、結果卵って何個食べてもコレステロールも良性やから体に悪くない言うて。それもちろん食いすぎはあかんけど、8個ぐらいで全然平気やねん。そうなの。うん、卵でもバリエーション難しいですね。え、ちょっと待って、卵ほどバリエーションある食材ないですか。卵いつもどうやって使えばいいか分かんない。目玉焼きにしてもいいし。卵ほどバリエーションあるやろ。目玉焼き、生、茹で、焼き、全部いける。え、本当にできないです。フライパンに落とすだけじゃん。落として、でもなんか水使うんですよ。水使うよ。あ、まあまあ、どのタイミングで、どこに水に落として、弱火や、そこな。うん、あ、白身をぐちゅ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 ってやんのよ、こう全部熱通るように。え、ああ、箸必要なんですか。箸で。で、うん、ちょっとこの白身大体通ってきたからって一瞬だけ強火にして水ジャー入れて蓋閉めてまた弱火や。うん。そんな工程あるんだ。ま、まあでもそれは難しくやんなくても別に落としてまあ中火ぐらいで普通にお水入れて、うん、蓋するだけ。蓋して。蓋もしてなかったです。そうするとだんだん白身が固まるから膜ができんのか、うん、だから黄身もまあすごく固くするとか半熟みたいなのにするとかできるし。だからなんか私のやっぱ白だけ固まって、うん、もう生なんですよ、うん、黄色いところが。ああ、上がね、まあまあそういう食べ方も別にあるっちゃあるけど、食べれれば食べれるんですけど、うん、まああと温泉卵でもいいし。いや難しい難しい。ゆで卵、ゆでもやったことない。温泉卵なんて世界で一番簡単な料理よ。いや、どうなんですか。だからお湯沸かしてちょっと水入れて、卵を入れて湯沸いたら止めたらいいだけや、うん、あと真水なら待つだけや。あ、置いとくんですか。置いとく。温泉卵作りたい。おう、温泉卵で取るのはすごいいいっていうよ。筋肉的に、まあ、取りやすいっていうのは量が簡単だからすぐ食べれるから。あ、ゆで卵流し込む。画面を見てください。ごめん、いい加減にしろよ。いや、でも本当に健康のために全然すごいいいと思うよね、卵。あ、温泉卵いいですね。まあ、難しくない。ゆで卵でもいいし、うん、ゆでも、だからその発想がなかったですね。ゆで卵、卵焼きは、オムレツ、全くオムレツも大失敗。卵かけご飯、卵かけご飯、あー、じゃないよ。考えてなかったのかも、あんまり正直。いや、卵ってバリエーションないでしょって衝撃の発言やん。食材として一番バリエーションある。いつも最終的にお菓子作ってました、いつも残って卵入れて、バリエーションない。めっちゃ簡単な卵の食べ方教えたのか。カップの麺食べるやんか。はい、めっちゃ食べます。で、お汁残して、はい、卵、生卵入れて、カシカシカってやるのよ。で、電子レンジでチンしたら、茶碗蒸しなの。美味しそう。めっちゃ美味しそう。大体の麺、うまなるよ、うん。何味でも確かに美味しそう。醤油、ラーメン。うん、シーフード、確かに。卵も取れる。うん、工程は楽、うん。最高。それは絶対にやります。それは絶対にやります。それは
これはフリじゃない、本当にやります。いや全然いいね、絶対やります、はい、ありがとうございます、はい、もう私のターンは、はい、卵ターン、ありがとうございます。じゃあこちらも行きましょうか、メール、はい、朝日区丸ごと虎のふZ、やるせみさん、こんばんは。こんばんは、毎週楽しく聞いてます。先日ちょっと面白い発見があったので初メールです、うん、やるせいメンバーの皆様、人工知能 JK の、うん、人工知能 JK のリンナさんご存知でしょうか。知らない、あーなんかしあれかな、 LINE とかやってるやつか、公式 LINE でメッセージを送ると、まるで本物の人のように返事を返してくれる AI なんですが、先日あまりに暇だったので、やるすいメンバーの話をリンナに振ってみると、それぞれ以下のように書いてきました。ケンコバさん、剣道っていう芸名だけど剣道はしないんだって笑。うん、あすごい。アンガールズ、キモいと言われるお笑い芸人の代表格だよね、わらわら。あ知ってんだ、すごい。田中拓司、中堅芸人の枠を超えて完全に飛び道具というか、番組を面白くするための保険と化してるよね、わら。すごい分析力、分析力すごい。山根、父親になった山根のインスタグラム見てファンになった、びっくりびっくり。小倉優香、小倉って書いてくるらしい。小倉さん、小倉な、柏木由紀、尋常じゃないぐらい人付き合いが悪いらしい。いつの情報だ。なんで女子にちょっと厳しい。厳しいですよね。女の子だから、ね。女の子だから。女は女に厳しいんでしょ。めっちゃ厳しい。尋常じゃないぐらい人付き合い悪いの。そんな。昔昔昔昔エピソード。逆によく知ってるな。なんか昔なんか怖いなんかドラマかなんかで出てたんだよ、本コアみたいなやつ。ああそうですそうです、そういうのでなんかやって、奥さんから教えてもらって登録してみたいなんで。でも今そんな感じなんですね。ちょっと前でも AI ってすごいなと思った。なんか名前当てる煙の魔人みたいなやつあって、アキネーター、ああ本物に当てられるもんな。めっちゃすごいですよね。確かに、あれすごすぎるよな。本当にすごい。この選択肢で絶対出えへんやろと思うけど、4つぐらいで出るもんね。めっちゃすごいですよね。本当にすごい。確かにあれすごかったな。あんな AI にやっぱ挑まれたんやかも。マジで AI との戦争になったら、マジでおしっこかけまくるしかしょうがないでほんま。全員おしっこ貯めとけよ。その日のために。そうね。それしか語れへんねんから。頭脳戦じゃ無理よ。おしっこの飛距離が勝負。勝負の分け目。じゃあ膀胱の圧力を上げとかなきゃいけない。そう。もうだから、おじいちゃんのちょろちょろおしっこでは勝てないから。おじいちゃんのちょろちょろおしっこでも、長時間出るから。そうやね。長いもんね。若者はやっぱ、短いけど飛距離があるから。そうやね。遠距離用にね、若者に引かれてもらって。接近戦はおじいちゃん。時間でも出る。堺市、一ノ瀬健太郎。はい、あっぱれ水曜日出演者の皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。フジテレビのドッキリ番組にて、AKB48 卒業予定の峯岸みなみ氏が次のような発言をされていました。うん、AKB 卒業後は、女優の二階堂ふみし路線を目指す。不思議と今全員鼻で笑った感じです。峯岸さんの発言を聞いて、どのように思いましたか。田中先生のご意見聞きたいです。田中先生、よろしくお願いします。なんなのそれ。二階のふみさん路線はもう無理でしょ今からは。なんでそんな。いやいや、生きてきた人生が違いすぎるでしょ。もっとタフなさ、どっちかっていうと田中みな実さんとかそっちなら、ちょっと、ちょっとタフやもんね。ちょっとわからんでもないっていうか、そっちのせいなら、二階堂ふみさんもう無理じゃん。誰も、誰が見てももう。卒業してリセットされないんですか？一からみたいな気持ちで、女優業っていう。いや、そう、なんかちょっとその色気みたいな、その、なんだろう。夜の街女じゃない。っていう言ってみれば、峯岸さんって。夜の街女的な人のキャラを、はい、の芸能界の人を目指した方が、みんながこう納得するのよ、こう。あ、そういう役合うよね、とか。田中みな実さんみたいな、ひょっとしたらあの M の、
あれ峯岸さんでもギリギリいけたんじゃないかなって俺思う、ね、許さない、許さないっつって坊主で言ったらさ、ね、いいじゃない。で最後坊主でいろいろあったけど私は元気です。そう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 、最後はそれ言えばまとまる、丸く収まるわな。なるほど。もう一つ来てます、はい、広島県10番セカンド時計、おお時計、田中さんへお願いと。ギャルシーの皆さんこんばんは。こんばんは。今回田中さんにお願いがあってメールしました、うん、この度田中さんからあっぱれ水曜日の出禁命令が解除されましたが、謹慎期間中はなぜ自分が出禁になったのか、自分は質の悪い女の判断ができないのではなど自問自答の日々が続きました。すごい考えてたんだな。そこでぜひ最後にもう一度だけ質の悪い女の判定をしていただきたいです。おお、うん、先日大学時代の友人女性から久しぶりに連絡が来ました。お互いステイホーム期間中になかなか人と会えていなかったので、彼女の方からリモート飲み会開催の提案をしてきました、うん、特に断る理由もなかったということもあり私は承諾しました、うん、しかしいざリモート飲み会に参加すると、彼女は私に確認や連絡もせず勝手に大学時代からの知り合い3人を加えた計5人でリモート飲み会が開始されました。久しぶりにみんなの顔を見た私は人見知りが発生してしまい終始無言でいました。二人っきりでリモート飲み会をすると勘違いさせた挙句、確認もせず他の人たちを飲み会へ参加させたこの女性は質が悪いでしょうか。どうですか。知らねえよ。まずお前が充実しすぎてる。そこに怒りがもう行きすぎて、もう聞いてないわもう。なんでもうハーレム状態になったっていう話だろお前が。そうですね。まあね。俺は一人でさ家でこそこそさ一人で。誘いがあったらしいよ、だって友人女性から。さっき俺が今日ナイスっていう話をさっきした直後にこれが読まれるかねまた。いやそれ聞いてないからさ時計からね。お前またできんだ。え？充実してるやつはこの番組にいらねえんだよ。いいか、俺は金ちゃんスタイルだから。もうとにかく幸せになった人は番組からちょっと離れさせるスタイル。そうやったね、金ちゃんはね。そうよ、金ちゃんはもう本当不幸な人を番組にどんどん置いてる方が番組が盛り上がるっていう。俺も金ちゃんイズムを引き継ぐ。時計はできんだ、また。半年後もう一回送ってこい。長い。なんでこんな偉そうやろ。そうや、リスナーから送ってくんだって。ダメだ。お前は幸せすぎる。俺の温度に合わない。厳しいなぁ。それはダメ。もう絶対トキは送れてこない。トキまだ半年できん。半年。そういうの。ということもありです。まあ、しゃあない。田中がこういうとこ、時計、じゃあ半年後にまたちょっと、質の悪い女に送ってきてくれるかな。申し訳ない。もっとなんか、クソみたいな、女にひどい目に遭わされたとか、なんか、悪口かけて言われてたとか、トイレ行ってる時に、娘行きしてたら、クソみたいな言われ方してたとか、そういうのだったら俺共感できるから。お前がそんなさ、なんか、ズームしてさ呼ばれちゃいました、久々に会ってみたいな、人見知りが発生して、なんなんそれ、金ちゃん聞いたらどういうよそれ。金ちゃん悲しむよその話聞いたら。金ちゃん喜ぶよ、よかったねって言うよ。喜ばないよ、幸せすぎる人間なら。俺はもう幸せすぎる人間は一切この番組に入れないから。それで幸せになった人間が入ってきたらこういう目にするから。あれちょっともう賞味期限切れ。ちょっと使いすぎよ。わかりました。以上です。ということで一旦 CM です。100日後に〇〇するコーナー。はい、このコーナーは100日後に死ぬワニみたいなオリジナルのストーリーを考えてもらうコーナーです。はい、じゃあ紹介していきましょう、はい、お願いします。こちら、京都府チーズインハンドバッグ、はい、南海キャンディーズ山里、さあ今週も始まりました、土曜は何する、準レギュラーの皆さんよろしくお願いします。山里、さあ世間はもうすぐ海開きということですけども、田中さん海とかって行くことある。田中、いやー行かないよね、だって俺が行ってもさ
もう何にもいいところないだろうって思っちゃうもん。いや、まさと。そうだよね。あと僕とか田中さんって海とか行く人たちのこと、なんなら自分の敵だと思ってるもんね。スタジオ笑い。田中が、山里との違いを思い出し、悔しがるまで後5秒。後からね。ああ、ありそうだな。この場はそうするんだけど、後から全然違うんだけどな。まあ、その後の V を見ながらとかね。第1回やられてるからな。そうそうそう。俺たちの時代来たね、田中さん。周り女の子ばっかりだよ。確かに。そうそう。同志みたいな感じあるもんな、いまだに。その後の違いね。でも全然違うんだよな。うん、いや、悔しいよ。リアル悔しいよ、出たやっぱその、ま、漫画、いいね。やっぱ思い出さ、悔しさを思い出させてくれるっていうのはいいことだね。なるほど。まだ来てます。はい、東住吉区、ラジオネームおにぎり。ケンコバ、芸能界揺るがす大きな事件あったね。陣内。あったなあ。ケンコバ、でも結婚前から女にモテモテやったからしゃあないっちゃしゃあないな。陣内、ほんまやな。ケンコバ、しかしあんな綺麗な女優さんが奥さんやのになんで浮気なんかするんやろな。陣内、まあ男っちゅうのはそういうもんちゃう。ケンコバ、まあでも、うん、一番の被害者は小袋か。陣内のそれわしやないかいが発動するまであと 0.1 秒早い 0.1 秒で来るわな。うまいねこれ。メニュー浮かぶな。メニュー浮かぶ。確かにそうだな。続きまして、船橋市北極からの助っ人風俗太郎。ケンコバさん、この度コバさんの担当マネージャーから外れることになりました。ケンコバ、そうか。長年俺担当してくれてありがとうな。ところで次は誰の担当になるんや。霜降り明星の担当になります。そうか。まあ、今、ときめく売れっ子の担当大変やぞ。心していけよ。はい、頑張ります。風俗太郎が、いきなり重大な問題に直面するまであと何分か。おかんやったからな。いや、そうね。あんまり担当したことないからな、ケンコバさんだけ。そんなこと、やったことない。意外と一番事件起こさへん。そうそうそう。スキャンダルないですもんね。そうそう。スキャンダルないのよ。だから、初めての経験はとんでもないの。案件がすごい。まあ今、田中も画面の下ではね、そういうことしてるんですけど。ああそうね。これ、流されたらやばい。続きまして、これちょっと長編なんでお聞きください。はい。姫路市白菜の奇跡。うつみ、どうもどうもミルクボーイです。お願いします。あ、今バナマヨパンいただきましたけども。こんなナンバーあってもいいですからね。ごまば。ありがとうございます。いや、いきなりやねんけどな。うちのおかんがな、好きなアイドルの子がおるらしいんだけど、その子の名前忘れてもうたらしくて、いろいろ聞くねんけど、全然わからへんねん。好きなアイドルの名前忘れてまでどうなってんねん。ほんなら俺が一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うたか教えてみてよ。 AKB48 のメンバーで鹿児島出身で年齢がもう28歳や言うねん。柏木由紀やがな。その特徴もう完全に柏木由紀やがな。何が分からへんねん。いや、せやねん。いや、俺も柏木由紀や思ってんけどな、おかんが言うには真面目で謙虚やって言うねん。ほな、柏木由紀とちゃうか。柏木由紀はね、ラジオで出された宿題をね、忘れてきたの一点張りでいつまで経ってもやらへんのに、やってきた時はやってきた時でめちゃくちゃやったった感出すのよ。謙虚さなんてみじんもないねんから、ほんなら柏木由紀ちゃうよ。他なんか言ってなかったか。いや、おかんが言うには、動画異常に長いらしいね。柏木由紀やねん。PV やグラビアで他のメンバーと一緒に映った時に腰の位置は同じはずやのに顔の位置が頭一個分違うことよくあんねんから。あんだけ胴長い生き物はダックスフントと柏木由紀ぐらいやねんから、柏木由紀に決まりや、そんなもん。いや、でも分からへんねん。俺も柏木由紀は思ってたけど、おかんが言うには後輩に優しいらしいねん。ほんなら柏木由紀ちゃうやないか。柏木由紀はね、後輩が気象予報士の資格取った時にも絶対にお天気お姉さんが譲らないっていうことやねんから、器のサイズおちょこぐらいしかないねんから。柏木由紀違うよ。もうちょっとなんか言ってなかった？
あ、何事にも興味ないらしいね。柏木由紀やないか。何も知らんし、何も知ろうとせえへんねん。そのくせ後輩が投資の広告に乗った時には何か勉強しないといけないんですかってキレてんねんから。柏木由紀に決まりよ、そんなもん。いや、でもな、おかんが言うには、一般的な常識はあるらしいね。ほな、ちゃうやないか。柏木由紀はね、やぶさめをペガサスって呼んだり、ハシビロコウのことをマンクロコウ言うたり、テレビで見てても意味わからへんぐらいアホやねんから、柏木由紀ちゃうよ、そんなもん。いや、でもなぁ、グループにめちゃめちゃ長いことおんのにシングルで単独センターになったことない言うてんねん。それ、柏木由紀やねん。13年もおってな、シングル曲でセンターになったのは、グリーンフラッシュのダブルセンターだけやねん。柏木由紀に決まりや。わからへんことない。おかんの好きなアイドルはそれ、柏木由紀や。いや、でもおかんが言うにはな、柏木由紀ではないって言うねん。じゃあ、柏木由紀ちゃうがな。その先言ってよ。おとんが言うにはな、武藤トムちゃうか言うて、絶対ちゃうやろ。もうええわ。ミルクボーイがこのネタを披露するまであと730日。長っ、ちょっと相当柏木さんも続けてる。長編でした。ありがとうございます。すごいなぁ、これは。上手。上手やね。本物が本当に作りそうな。柏木由紀で作ってくれたら作るやろね。まあ、すごい。それほどよくできたフォーマットのネタということでしょう。そうね。田中が語り出すかもしれん、お笑いを。いや、もう本当からもう当てはめていくだけでこんだけ面白くなるって天才だよね。過去いろんなパフォーマー、ハライチのやつのフォーマー、あと先の方お願いします。はい、このコーナーでは100日後に死ぬワニみたいなオリジナルのストーリーを募集します。宛先小倉さんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールはやるすいアットマーク MBS1179.com 100日後に〇〇するコーナーの係までたくさんのお便りお待ちしています。はい、以上100日後に〇〇するコーナーでした。小倉優香が AM1179FM906 の MBS ラジオからあっぱれやってます。剣道小林の SNS 見つけました。さあ、このコーナーはフォロワーがちょうど12万人いるという剣道小林さんの SNS を見つけ、どんな内容がアップされているか報告してもらうコーナーでございます。全でもええねん、見てるだけでいいのよ。小倉さんはじゃあこのコーナー初めて、初めてか。そうですか。はい、もう見つけて報告するだけだから、うん、リスナーがすごい簡単だっつってどんどんたくさん来てるんですよ、これ。報告されてるね。別にもう出したやつやからネタバレもどうでもええねんけど。いやいや、でもやっぱみんな見つかってないから、うん、見つけた人のみが見てるんで、ね、ちょっと複雑にしてるからね。あ、で、東京都の諦めたので試合終了さん、ケンコバさんの YouTube 見つけました。 YouTube はまあ YouTube、酒を飲みながら皆さんの質問に答えますという動画が上がっていたので見てみたのですが、ケンコバさんは猿のシャレ神戸で酒を飲んでいました。そうよ、そういうケンコバさんらしさの出し方ってこういうことだよね、結局。どこまでが投稿やねん、お前。なんか今日評論家みたいになってるよ、お前。投稿にお前の言葉挟んでくるじゃん。絶対他の人、なんか、漫画で見たワンシーンみたいなやつを。そうよ。持ってきて。俺は猿の頭蓋骨に親指切って、そのチー一滴入れてから酒飲んだ。それはどこの漫画から持ってきた要素なんだ。さあ、続いて東京都の、あ、また、諦めたので試合終了。そいつしかやってないんだから。いや、すごい見つけてますよ、こいつ。ケンコバさんのツイッター見つけました。ツイッターは見るな。ケンコバさんの過去のツイートを遡ってみたのですが、恥ずかしい。いつも笑いのネタにした、いつか売れると信じてた、と、浅草キッドの歌詞をツイートしていました。で、そのツイートされた日を見てみると、うん、ザコ師匠さんが R1 で優勝したんです。めちゃめちゃかっこ悪いな。
やめてと思ったらツイッターさかのぼるんだけやめて。ずいぶんやってますね、ケンコバさん。ツイッターはもうちょっと見んといてほしい。なんかお笑いの熱さが上がっちゃったんだろうな。ケンコバさんのチブだからね。ツイッターはね、バレへんようにしてんねんけどな。でもアイコンが俺の顔やからな。じゃあ絶対わかる。見つかってますよ、また。大阪府堺市のディスコスターさん。ケンコバさんのツイッター見つけました。またツイッターはやめろってだから。何やら炎上しているようなので、うん、アカウントを覗いてみると、うん、コバさんがかぶっている帽子、自宅のキッチンに映っている電化製品、うん、使っている食器が家計みやこさんのものと完全に一致してたの。匂わせだ。コバさん、いくら家計さんと付き合ってると言っても匂わせはいけませんよと。わしはジャニーズの彼女か。いやー、やっぱそういうやり方やる。危険なツッコミ足すんじゃないよ。いやいや、自分でやったんでしょ。危険なツッコミを誘発するさせるんじゃないよ。危険なツッコミって。デンジャーツッコミ発動させるボケ抱いてくんな、お前。炎上しますよ、またそんなこと言ってたら SNS が。やばいやばい、ツイッターが炎上しちゃう。続いて、東京都清瀬市のクールビデ始めました。良さそうやね。ケンコバさんの YouTube チャンネル見つけました。YouTube は見ていいよ。人気企画の AV パッケージモノマネで、ケンコバさんがお気に入りの AV パッケージのモノマネをして、視聴者がどの AV かを当てるという企画をやっていました。その動画がバズったこともあり、先日は今田浩二さんをゲストに迎え、それぞれが AV パッケージモノマネをして何問答えられるかを勝負していました。白熱した戦いは最終的にケンコバさんがジュリアさんの仕返し NTR 妻に風俗通いがバレた時を正解し見事に勝利していました。見たっちゃうかな、それ。それでもあの AV パッケージものはね、俺ほんまちょっと一時ちょっとやってた時期あんのよ。本当にですか、これマジで。え、それもうだいぶ昔よ、目尻とかの真似してたのよ。目尻シリーズ、女の尻とか。ああ、はいはい。だからそれ意外、確かに YouTube やるとその企画跳ねそうやな。いや絶対跳ねると思います。男子好きですからね、パッケージ。パッケージが好きすぎて同じの2回買うあるあるあるもんな。あーあれ。まあ自分のね、好みの、好みのところに見ちゃう。見て気づくってことですか。そんで見て、うわっ損した。そうってなんねん。今まで何回かある。何回かあるし、そら買ってるわこれ前。このパッケージ好きすぎやもん俺。金銭に触れるやつですから。すっごい恥ずかしいですよね。パッケージ取ってるプロからしたらもうこの話すごい嬉しいやもんね。パッケージで買わしたぞ。日本買わせたっていうことですね。さあ最後です。埼玉県入間市の桃口山井さん、健康さんのツイッター見つけました。ツイッターはやめてくれ言ってるやろ。ギャルの姉妹とデートしてきた、よかったら見てくれという文とともに、ゲスト出演した安友さんのお買い物番組の見逃し配信のリンクを貼っていました。いやいやいや、ギャルじゃないよね。ギャルですよ。おばちゃんや。なんで安友さんギャルだって言わないの。安友って俺と同期よ。いや俺からしたらもうギャルなんですよ俺。ギャルやばいやろ、40後半でギャルやってるやつ。本人らもギャルやってないのよ。いや、だって、見た目ギャルでしょ。ギャルじゃないよ。タケノコの里みたいな体になってるやん。世界でお前だけだよ。お前だけ安友のギャルって言ってるの。ギャル、でも、じゃあ50メートルぐらい離れたら、ギャルが歩いてきたかなと思いますよね、前から。50メーターですよ。うん。いや、アニマルレスリーが歩いてきたと思うよ。いや、本当に俺はギャル、ちょっと、絶対、今度安友さんに会ったら言いたいんですよ、ギャルですよ、ね。おととい安友の番組出てきたけど、言うの忘れてたぞ。これ安友だったら言うたろう思ってたけど、田中がギャルって言ってたぞ。ギャルだって言って、ギャルよって安友さんが言ったら、それはギャルだって認めてくれていいですか。ギャルよ。私ギャルよって言うか。いやいや、俺、安友さんは俺から見たらギャルだし、本人もギャルのつもりで、今でもやってると思いますよ。でも、
いや俺これ確認し自信ある。俺それテレビ見てて思った、この女流漫才師としてやってんのよあいつら。いやいやギャルです、ギャルとしてテレビ、ギャル代表としてテレビに出てる。ギャル大阪のおばはんのネタとかやんねん。いやそれはネタの時はですよ、うん、普段は買い物番組の時は絶対ギャルとしてやってる。安友のどこ行こうな、どこ行こうで関西で異常な視聴率取る。いやだからギャル、ギャルかどうかだけ聞いといてもらっていいですか、やったら。まだあったら聞いとく。どう聞いたいの、お前だってギャルなの。いや、それでいいです。で、ギャルよ。ギャルよって言ったら、ギャルって言ってたわって俺に言ってくださいよ。歯しばくぞ言われるもん。お前だってギャルなんて歯しばくぞ言われる。いや、俺が言ってたって言っていいんで、もし、なんかそんな歯もがれそうになったら。そうやな。ちょっと聞いとくわ、今度。ツイッターの報告はもうやめてくださいね、このコーナー恥ずかしいんで。はい、インスタの方見てほしいねんけどな。インスタもね、インスタは興味使ってない、ね、インスタ見てほしいねんけどな。つけにくいんだ、おしゃれなの。ちょっとね、だいぶおしゃれやから。わかりにくくしてるんですね。ひょっとしたら、アカウント名、ビクトル・マルチネスかもしれない。その辺もちょっと。ほんまにビクトル・マルチネスっていう人のインスタ行くかもしれない。いや、ちょっと探ってみてください、皆さん。さあ、このコーナーでは剣道小林さんの SNS の情報を募集しています。宛先を小倉さんお願いします。はい、ハガキは郵便番号 530-8304 MBS ラジオアパレやってます。水曜日メールはやるすいアットマーク MBS1179.com 剣道小林の SNS 見つけましたの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上、剣道小林さんの SNS 見つけましたでした。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。女の子限定、ゆきりん聞いてください。このコーナーは私柏木ゆきが女の子にもらったメールでトークするコーナーです。では紹介します。埼玉県ラジオネームレインコートさんからいただきました。ゆきりん聞いてください。やるせいの皆さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。私は高校生なのですが、下ネタで盛り上がったクラスの男子たちが周りの女子たちにその下ネタを持ちかけてきます。私の純粋な友達に反応させるのはかわいそうなので、大抵は私が対応するのですが、私にも気になる男子がいて嫌われたくないのでとても困っています。そこでゆきりんさんに相談です。ゆきりんさんはケンコバさんや田中さんからの下ネタを場の流れも AKB の可愛いゆきりんのイメージも壊すことなく上手に受け流していますよね。その極意をぜひ教えてください。よろしくお願いします。いや、私はもうイメージ壊れましたよね、完全に。そうですかね。はい、やっぱもうダメですよ。いや、そら俺も高校生やったらそんなしないよ。うん。そうですけど。もうだってアラサー女性でしょ。もう30になります。下ネタのさばきぐらいできた方が実生活では多分いいからね。確かに。逆に扱いづらいのかなって思っちゃうよね。うん。ああ。大人の女性に下ネタ禁止ってなんか逆に怖くない？まあ気使われすぎというか、ちょっと過剰になりますよね。大村さんの年齢聞いたら俺もゾッとすんねんけど、よう俺21歳の子にあんなこと言うなって。でも大村さんは逆に年齢感じさせないから。まあ年齢感じさせないからね。高校生の下ネタってどんな感じですか？わかんないんです。いや、結構エグいよ。あ、そうなんだ。AV とか見始める年齢やから、ちょっと逆に大人より遠慮ないかもしれんね。そうか。でもやっぱ女子に振ったらあかんな、高校生の時は。一番まだね、対応難しいですよね。しかも本当に分かんなかったりしません？高校生の時は。女の子って。分かんない子もいるだろうね。そう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 。対応難しいね、確かに。難しい。気になる男子がいて嫌われたくないので。うわ、高校生難しいな、超難しい。いや、どうです、どうです、いや、難しいさんが受け止めて考えを示すコーナーじゃない、はい、聞いてください。今一回私の案は難しいなを一回投げたの。案じゃないです。私のギブアップ宣言。難しいね。今寄り添い、一回寄り添う、このレインコートさんに寄り添う。難しいよね。でもこれ確認すべきは、その、はい、その子が好きな男の子おるやんか、うん、はいはいはい、それどっちのタイプかを見極めだな。確かに。そうですよね。うん、そういう。なんかそういう話題する女の子好きじゃないみたいな男の子も、まあ中にはおるやん。はいはい、もちろん。
でもそういう話もざっくばらにできる子の方が好きっていう子もおるやん。確かに難しいね。そう、そのリサーチが一番必要よね。どうやって判断すればいいんですか、女子は男の人がそれはどっちなのかを。ちょっと何々く2階から金玉伸ばして飛び降りてみてよとか、タアちゃんみたいにカッコできるんじゃんって言った時の反応見たら、ね、オッケーな人はなんて言うんですかそれ。いやオッケーやったら乗りツッコミとかした人やったらオッケーな、オッケーじゃあちょっとやってみるな、死んでまうわみたいな。それ上乗ってたらオッケーな。それでびっくりしてたり返す。何言ってんのって言われたらもう終わりや、ね、ああもうそれでも終わっちゃうじゃないですか。終わっちゃう確認して終わっちゃうな。で、まあだから他の男子から評判徐々に聞くしかないわな。そうですね。でもそんなことで噂って広まっちゃうからな。でも噂広まった方がいいんやろ結局は。ああ意識するというか、そう、はいはい、本当は噂広まった方が手っ取り早いからな。ああ噂になったら好きになったりするやん。ああ意識しちゃうみたいなありますよね。うん確かに。うん。だリサーチ兼ねた広報活動やろ。うん。まあね。そうですね。このだからレインコートさんがそれがその気になる男子に嫌われたくないっていうだけでその下ネタ対応はなんていうんですかその嫌じゃないんだったらそれが一番いいですね。自分で考えろや。え？そういう方だよこれ。柏木さんがゆきりん聞いてくださいの方なんでしょこれ。そうだ。私答えを聞いても。女の子は別に何とも思わないでしょ。いや私が一回聞く係をやってるだけで、いや一回なんか俺なんかガンガン意見言ったら黙ってくださいみたいな言わなかったあるよこれ。あったあった。難しいのよ。ほどよく一緒にやってほしいなって皆さん一人の意見じゃやっぱ難しいのでほどよく皆さんやっていただけたらと。だからまあそういうことです。そういうことです。、はい、そういうことです。無理せずリサーチしながら。あはいはい、もう笑ってるだけでもねなんとかなりますから。あそれが一番いいよね。そうですよね。あんまりね受け答えせずに、うん、そうそうそう、笑ってる子が結局好きやからね男なんて笑う子が、うんね、そこに嫌悪感が出てるとなんかちょっと、うん、あ難しい子なのかなって思っちゃうけど、うん、笑ってるぐらいが一番いいかもしれない、まあ、正直あの下ネタで思わず笑ってしまう女の子って、うん、天使に見える、うん、なんて可愛いんやこの子。笑いたくないのに笑ってもった子、うん、それは控えめなやつです。例えばこう手を押さえて、あそれでもいいよ、それでもいいよ。面白い。なるほど。それはやりやすいとか楽ですよね女の子。あざといけどね。すげえあざといけど。まあ男なんかコロッと引っかかる。一番いい子だなと思っちゃう。そうそう武器ですからあざといは。うんじゃあそういう風にやってみてください。いいね開き直りがあざたい武器です。はい、さあということでこのコーナーゆきりん聞いてくださいで始まる女の子からのメールを絶賛大大大募集中です。どうした急に。やっぱちょっとなんかいろんなお相談やっぱ受けたいなっていう、うん、自分で答えろよ。多分柏木さんが答えてくんないなと思ったから考えてんじゃない。そういうことが私の熱量の問題なんだ。めちゃめちゃ本当に心を入れ替えて。答えが聞きたいのよ。はい、みんな。そうですね。私が聞いて、私がしっかりと皆さんにバシッとお答えしますので。まず、あ、もう絶対です。約束しますので、皆さん宛先よく聞いてください。はがきは郵便番号530-8304 MBS ラジオアップされてます水曜日。メールはやるすい @mbs1179.com ゆきりん聞いてくださいの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上ゆきりん聞いてくださいでした。AKB48 柏木由紀が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。さてエンディングでございますけど、はい、お知らせは各 SNS をチェックしてくれということで、はいはい、うん、僕の方も、SNS チェックしたら3つ、ね、見つけたらすぐ送ってください。だいたい乗っけてますんで。12万人なんですか。まだ12万人です。変わらず3つともね、3つとも増えないな。増えないな。固定客でやってる。いやただまあ安定感は抜群よね。だから確かに減ったりもしてない。減ったりもしない。ああなるほど。だから12万キープなんです、ね、12万キープってこれ意外と難しいよ。難しい。めちゃめちゃ難しいと思います。だからあまりバズらんようにしてる。ああ減りそうやなと思ったらツイッターは炎上させるしね。筧さんのはフォローしてるんですか。え
加計美和子ちゃんのフォローしてるんですか。いやだからわしはジャニーズの彼女か。いやいやなんか報告が入ったからフォローはしてなくてみたいな、どっちのパターン。それはちょっとノーコメントだね。フォローしてる人だけが、見つけた人だけわかるね。縦読みしたらあかんよ。このインスタの縦読み禁止ですよ。うわーすごいこと書いてた。ツイッターのユッキーナのインスタやんな。ユッキーナのはインスタですね。ユッキーナのインスタはなんか、うん、話題にはなってましたけど。そうはっきりされままに。わかりました。じゃあチェックお願いします。じゃあまた来週。さよなら。さよなら。